ジャールカンド解放戦線はインドの政党。ジャールカンド州を地盤とする地域政党だが、隣接するオリスサ州、西ベンガル州にも勢力を持つ。略称は JMM、ビファール州からの分離を求めるジャールカンド運動の中から1972年に創設された。当初は左翼指導者エケロイの指示を受け、クルミカーストの指導者 BB マハトを党首。 サンタル族の指導者、部ソ連を幹事長としていた。ところが次第にソ連が党内主導権を握るようになると、左翼勢力とは距離を置き、インド国民会議派と選挙協力を構築するようになる。そのため現在でも JMM は連邦レベルではインク主導の統一進歩同盟に加わっている。その一方で、党内構想も繰り返され、一部指導者が離脱していった。 2000年、ビハール州からのジャールカンド州の分離が実現した。同年の衆議会選挙で、JMM は12議席を獲得し、インド人民党に次ぐ第2党となった。2004年の連邦会院選挙では、州割り当て14議席のうち5議席を獲得している。2005年の衆議会選挙でも17議席でやはり第2党となり、いずれの政党も過半数を制し得なかった情勢も、 あって、ソ連が一時的に州首相となった。ところが不安定な政治情勢の中で、ソ連は短期間で辞任に追い込まれ、2008年に州首相に返り咲くも、これも同様に短い任期に終わっている。その結果、ジャール・カント州は大統領直轄統治下に置かれてしまった。2009年の連邦会員選挙では2意議席に止まり、前回選挙の後議席から交代した。 同年の衆議会選挙では82議席中18議席を獲得、インド人民党と同数の議席となった。多数発行策の結果、渋ソ連は3度目の州首相に就任したが、やはり不安定な情勢は変化せずに間もなく辞任、その後も大統領直轄統治が繰り返された。ただ、2013年7月から渋の息子であるヘマント、ソ連が 州首相に就任し、現在も州政権を維持している。2014年連邦会員選挙では BJP の躍進に直面したものの、前回と同数の2議席をかろうじて確保した。2019年連邦会員選挙では1議席である。ありがとうございます。